皆さんこんにちは。呼気研の企画委員の織田です。今日はですね、軍事に関する、広報、つまりロジスティックについてちょっとお話しします。今ウクライナ戦争が戦われてますが、なかなかウクライナもですね、反転攻勢がうまくいかず苦戦しておりますが、よく言われることにですね、戦争の勝敗はロジスティックが決めるという言葉があるんですね。それほどロジスティックというのは非常に重要なんですね。弾薬あるいは装備品、これがなくなると戦えないということです。もう一つは制空権なき戦い、これ近代戦で勝った試しはないというんですが、ウクライナは制空権持ってません。で、非常に苦戦しているわけですが、その中でもですね、兵器不足、弾薬不足ってあるわけですが、ロシアは大したもんだなと思うのはですね、戦車がなくなってくると倉庫から、朝鮮戦争とまでは言いませんが、それぐらい古い戦車はですね、倉庫から出してきて、整備して使う、ないよりはいい、最新鋭ではないけれども、ないよりはいいということなんでしょう。そういったものあるわけですね。で、今のウクライナ戦争のようにですね、消耗戦あるいは長期化による、要は疲弊が続いている、そしてまた抗堪性を持たなきゃいけないということなんですね。で、そうなりますとやっぱりですね、兵器というものをやはり支援されない限り自前で調達しなきゃいけない。その時にどうするか、日本はそれができるのかといったらですね、ちょっと日本の問題点言いますと、日本は定数管理ということをやってるんですね。例えば10の定数、10の例えば、戦車が、予算で認められているとしたらですね、1台新しいのが来たら古いのを1台捨てなきゃいけないんですね。それをスクラップ&ビルトという美しい言葉で表現してますが、果たしてこれでいいのかなと。まだ使えるものをですね、捨てるというのは諸外国ではあんまりやらない。オイル漬けにして、保存しとく。で、アメリカなんかはですね、戦闘機でも砂漠の真ん中に、乾燥した砂漠の真ん中にオイル漬けしておいてる。で、必要になったらそれをですね、整備して現役に復帰させる。A 点なんて、そうですね、 A 点という攻撃、これは今奮起してますですね。一時もうこれは必要ないということで廃棄されてたもの、廃棄じゃないんですけど、オイル漬けして砂漠で保管してたのを持ち出してですね、これは対地攻撃に非常に重要だということでですね、そういった観点から見ますとね、航空自衛隊についてもですね、例えば20ミリ機関砲は古くなったということで、これはスクラップするというのが、防衛省の広報に出てましたですね。本当にスクラップでいいのかと。今やドローンが出てきましたね。20ミリという、20ミリ機関砲というのは本当はアナログ兵器ですが、ドローンには非常に効果的、費用対効果上もいいというところがあるんですね。だから本当にこれ捨てるのかよと、保管しとった方がいいんじゃないのと言ったところがあります。あるいは、PAC-3 が入ってくる。じゃあ PAC-2 はというと、定数分だけこう入ってきますと押し出されて PAC-2 は捨てる羽目になるんですね。じゃあこれもまだ使えるんだから置いといた方がいいんじゃないのということがあるわけですね。私も F-4 に乗ってました。 F-4 は古くなってもう使えない。 F-35 が入ってきた、だから F-4 はもう捨てると、こういう話なんですが、F-4 なんかもですね、使いようによっては、使える。これは耐用命数という基準があってですね、それにその飛行時間に来ると捨てるという羽目になるんですが、いわゆるこういうスクラップ&ビルトというのは本当に、戦いがリアルになった時に役に立つのかということですね。で、仮にそういうものを持ってたとしたら、例えば20ミリ機関砲、これはウクライナにですね、支援すれば非常に喜ばれるんですね。今防空ドローンに対する無人機に対する、防衛といった場合にですね、この20ミリが役に立つことがあるわけですね。で、PAC-2 なんか喉から手が出るほど欲しいということですね。
まあ一方でそういった殺傷兵器をですね、要は輸出する、あるいは支援で渡すということは、これ政治的に制約されてますけどね、この制約をまあ仮に外したとしたら、ウクライナが喜ぶのはこういう兵器だということですよね。なんかそういう意味でも日本が困った時に、さて、備蓄している兵器はといった時にですね、いやいやそれはスクラップ&ビルトで廃棄しちゃいましたというふうなのが今の現状、今の制度からするとそうなんです。本当にこれがいいのかということは、ウクライナの戦争を見てですね、ちょっと考え直さなきゃいけないんじゃないか、システムをですね、少なくとももちろん保管にはですね、保管しておくには金がかかる、人件費がかかるといったところはありますが、それを最小限にしてですね、保管しておく、でいざという時にはそれを整備して使う、そして必要な場合友好国にこれを支援するということのという意味でもですね、こういった使い方というのを考えなきゃいけないんじゃないかなと。スクラップ&ビルトが果たして今の時代に合ってるかというのは考え直す必要があるんではないかというふうに思います。以上で今日の話は終わります。ありがとうございました。